雨の音を聞くと不思議に癒されたり心が落ち着く感じがします。心の疲れを雨で洗い流す瞑想をしてみましょう。楽な姿勢で座ります。目を閉じて呼吸に意識を向けてみましょう。呼吸するときの体の動きに集中します。胸が動いているなら胸の動きに集中して、お腹が動いているならお腹の動きに集中します。よくわからない場合は胸に大きく息を吸い込んで、口からはぁーと吐き出しながら胸の動きに集中します。動きが感じられたら普通の呼吸に戻して、そのまま動きに集中します。1分ほど呼吸に集中してみましょう。それでは今から心の奥に溜まっているネガティブな感情のエネルギーを雨の音で洗い流していきましょう。胸の中にどんな思いが押し込められているか感じてみます。そしてそれを一つ一つ流していきます。友達にひどいことを言ってしまった。自分のせいで人に迷惑をかけてしまった。もっと頑張れるのに頑張っていない。そんな自分を責める気持ちを流していきます。何をやってもうまくいかない。なんだか疲れた。やる気にならない。そんな諦めたくなる気持ちも流していきます。ああすればよかった。どうしてあんなことをしてしまったんだろう。そんな後悔も流していきます。こうなったらどうしよう。どうなるかわからない。そんな不安も流していきます。私を傷つけた人を許せない。そんな憎しみも流していきます。
弱い自分も、不満も、焦りも、イライラも、悔しさも、全部流していきましょう。ネガティブなエネルギーはすべて洗い流されて、明るく清らかなエネルギーが体の隅々に流れ込んで、全身に満ちていきます。すがすがしいエネルギーが頭の上からシャワーのように降ってくるとイメージしてみましょう。雨が上がった後は空気が澄んですがすがしいように、雨で心が洗われて清らかで澄んだ心になりました。次に雨が降ったら、またこうして感情を洗い流し、生活の中に瞑想を取り入れる習慣をつけてみましょう。そして一人の時間を大切にしている自分を褒めてあげましょう。今日も一緒に瞑想して、軽やかな心を取り戻せたことに感謝します。息を吸って、吐いて、吸って、吐き出します。お腹まで深く息を吸って、内部意識から外部意識に出ながら、口からふーん、吐き出します。